というわけで2ターン目はかなりロングノートが特徴的な作品が、まあ、登場していたという感じですね。はい、そうですね。いやもう確かにいやでもどれもすごい、もう個性がすごい。一体最後の3ターン目はどうなってしまうんでしょうか。ということで、はい、いよいよラストターンでございます。それではホールさん3ターン目紹介お願いします。はい、私から紹介させていただく3つ目はですね、マコさんのモスキート02ですね。譜面を5キーのトゥルー、ちょっと古い作品ばっか選んでしまうのもなんだかなと思ったので、去年のから1個くらい選ばないとなんか嫌だなということもあって、まあ去年の BOF の中で印象的だった譜面っていうのはちょっと僕の中ではこれだったんで取り上げさせていただきました。まずね、全体像を見よう。これまあ全体見えるんですけど、なんか気づくことありませんか？気づくも何も主張がすごい。とにかくね、2連打ばっかなんですよ。確かに。とにかく2連打がこれでもかというほどに入ってるって、まあ後で言いますけど、まあまあここら辺とかね。これもう画像で見るだけで脳がバグるやつ。すごいですよ。画像見ただけで癖ついた。っていう、まあすごいかなりコンセプトのはっきりした譜面になってます。これを踏まえて、とりあえず一旦再生してみますか。はい。はい。ここら辺からもう2連打が含有量がすごい。もうこういう休憩地帯でも入ってきますからね。こうフラグ立てをしてる、うん、まあ、ハードな感じ。まあこれスクラッチはあれですけどね。入ってましたよ。やばい、これもかなりバグりますね、なんか。さっきの方眼紙といい勝負できるんじゃないですかね、これも。いや、もう、純粋に密度が高い上に、まあ、スイッチングがすごい。認識力もバグるし。やばい。やばいやばい、12部と16部だ。いやもう、叩くために生まれてきたような。フレーズでしたけれども。はい、という作品なんですけれども。一生分の2連打摂取した。まあとにかく2連打がめちゃくちゃ散りばめられていて、でこれはね、タイトルがモスキート02ってことで、この02からのコンセプトらしいんですよ。このタイトルに2が入ってるから2連打をめちゃくちゃ入れるっていう、まあ、リードミーとか読むとそんな感じのこと書いてあって、で、なるほど。一応これモスキートシリーズみたいなのがマコさんはあって、モスキート08って結構昔の作品なんですけど、それだと8連打がすごい入ってたりとかっていう感じで、この数字のコンセプトっていうのをやってるんですよね、マコさんは。で結構こうやりたい譜面から逆算して曲作ってんのかなみたいな、そんな感じがしますね、バコさんは。例えば戦国の電撃チューブとかも、電撃地帯っていうんですか、あそことかも多分こういう譜面やりたいっていうのがないと多分あのフレーズ出てこないと思うんですよ。でこの曲、このモスキート02も多分その2連打っていうコンセプトがあって、じゃあこういう曲にしようみたいなのがあったりとか、もうまさに最後の方の12部と16部が乱れてるのとかも、多分こういうリズムにして遊ばせたいみたいなのがあって、ああいうのをまあ作ったんだろうなみたいな、なんかそういうところにすごい感じがありますよね。まあ、譜面から曲を作るっていうのは、まあ、直接ですね、エディターで音を配置していって曲を作るとか、そういうことではなくて、あ、そうです、まあ、譜面と作曲がすごいなんか密につながってるっていうことなんですね。っていう感じかなっていう、何ですかね、音楽をゲームにするんじゃなくて音楽ゲームの音楽を作る、
っていう前提というか最初にあるかなって思ってますね、うん、そこら辺がバコさんはうまいなっていう印象ですね、うんうんうん、再生した時にもなんだここはって感じだったと思うんですけどやっぱこのやっぱねここですよねこのなんだこれはっていう。すごい。なんかここで見ただけだとそこまでなんかイメージはできないんですよね。なんかプレイした時の感じっていうか、いざ流れてきた時の容赦のなさみたいな。本当にすごいこれは。一応ルール上隣接不可能ではあるんですけど、ただこれ青剣にも切れる場所が何箇所かあるんですよね。はい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 、このルールだと。でもそこに置いてないっていうのがすごいですよね。はい、白剣のみで完全に構成するっていう。それが強いですね。そうですね。そこはもう、うん、まあやりたかったんやろなみたいなのがすごい、うん、見えますね、ここも。もう美しい。ああ、いいですね、ここ。ほっといいですね。美しくて残酷ですね、ここは。残酷ですね。ちなみにこれセブンキーのアナザーとかでもまあこういうここあるんですけど、まあもう1連増えてますねスクラッチも入ってたっけな。しかもセブンキーも白剣だけなんだ。このこうすれば人間の脳はバグるっていうのを完全に理解して処してくれる。そうですねやばいですね。ヒドウさんがさっき言った12と16っていうのは、まあここら辺ですね本当にもう人間がやることかここ61小節目のあたりはこれが12なんですけど、ちょっとずれてる。そうこれ3連符になってるんですけど、 ここの62の16部で、ね、そうで次が裏なんですよね。裏、はいはいはい、クラッチが裏です。これすごすぎるでしょダダンダダンダダンからのんたたんたたんたたでしょ。そう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 。やばすぎる。ただ面白いんですよね。もうここは聞いただけで絶対面白いっていうところですね。うんうん、これはあの曲としても面白いし、そのプレイしても面白いっていうこうなんか究極体。そうですね。49から56でやっぱ密度のピークが一回あって、うん、で。57から60で一回抜いてるんですよね。はいはいはい。でまた61から64がピークっていう、うん、そのメリハリが効いてて、はいはい、あの音ゲーとしてもかなりゲームとして攻略しがいがあるって感じですね、うんうん、まあ、休憩あった方がいいですよね。そうですね、うんうん、じゃあこれがいよいよ最後の紹介になりますね、はい。じゃあファイナルターン、ヒロさん紹介お願いします。はい、じゃあ3ターン目に私紹介させていただきます。ドゥーミーチューンズですね。ルイ・フィボナッチフィーチャリングジーコーノさん、これはソブリムさんですね。ソブリムさんの別名義です。はい、不明なんですけどセブンキーのハイパーアナザー、14鍵盤40キーズの、アナザー、こちらの方紹介させていただきたいなと思います。はい、でこちらなんですけど、ちょっと先ほどの2曲がやっぱりかなり昔だったので、あの私も最近の曲を1曲、ちょっと入れさせていただこうかなと思いまして、かなり譜面の作りが現代の音ゲーナイズドされていった上で、それでかなり完成されてるというか、あの現代の譜面ってこうだよねっていう形になってると思うので、これはその現代劇音楽ゲームリズムアクションの系譜。一応まあ音楽ゲームとあのリズムアクション、あの別個で考えてますので。おお、はい、はい。面白いな。はい、その区分けの時点で面白いな。はい。はい。なんか現代の高難易度譜面という感じなんですかね。そうですね、かなり現代の高難易度で、うん、密度はかなり高いんですけど、高いですね。うん、いやー、うん、かなり固めちゃい難しい。固めちゃい難しいです、これは。
ここのロングノートは結構脱法ですよ。結構脱法してますよねこれ。実は細かく見ると曲の破天荒さが譜面でも表現されてるって感じで、そうですね、それはあるよね。うん、表現としてすごい一体化してる感じが、うん、最後爆発落ちっていうね。はい。綺麗な落ちが。綺麗。難しい譜面になると、一、うん、人で複数の楽器を演奏するようになるじゃないですか。やっぱり詰めていくと。はいはい、で、うん、それにあたって、やっぱいっぱい押してると、どこで何の音が鳴ってるかわからないっていう事態によくなりがち、うん、なりがちかどうかは不明ですけど、なる場合もあるんですね。はい、はい。ただ、それに関して、譜面の形で、どの音が鳴ってるかっていうのを区別させるっていう手法が入ってるので、これは結構隠された感じでテクニックが入っていますね。具体例を挙げますと、例えばまあ、バスドラムが1番、スネアが3番とかは結構わかりやすいんですけど、例えばピアノの音が隣接になっていたり、ドラムの音はドラムのスネアの連打ですかね、スネアの連打は黒鍵のトリルだったり白鍵のトリルだったり、流れるような音は、巡回弾 1234、2345 していたりっていうのが結構入っていまして、これがいっぱい他の音が鳴っていてもここはこの音っていうのが分かるようになってるんですよね。このスネアとかもそうですね、24番、これはスネアです。はいはいはい、スネアです。確かにこういろいろあっても、はい、ここはまあスネアだろうっていうのが分かると、ここ、はい、トリルで分かると、はいはい、で、うん、もっと後ろのサビとかでもあるんですけど、これですね。あ、ここですね。これ、これ、はいはいはい、さっきこれはもうすごくわかりやすいです。うん、これもピアノだと、はい、隣接がピアノ、うん、その他がドラム、うん、でトリルでスネア、うん、ですね。はい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 、で音階が上がって、音階が上がってずれてもここはピアノ、うん、はい、このパターンで後ろに、そうですね、はい、パターンがあって後ろになってミラー系になってもそうですね、この後ろに、ああ、なるほど、こっちがピアノでこっちがドラムと。はいはいはい、左がピアノで右がドラムと、うんうん、でちゃんと区別がつくようになっているっていう。なるほどなるほど。だから結構ぐちゃ、はい、ぐちゃぐちゃというかめちゃくちゃに高難易度にぐちゃっと作られているように見えても、ちゃんとその中に規則がちゃんとあるっていうか。あ、そうです、はい、うん、法則性があるので、うん、密度が高くても一定の演奏感はちゃんとあります。うんうんうん、こうさっきのシングルを見た後だとまるっと違うというか、まるっとまで言わないんですけど、あれここ違くないみたいなのが分かると思います。これもちなみにアホほどむずいです。いやいや、もうすでにめちゃくちゃ難しいですね。片側で星10ぐらいあるんじゃないかな。ここのロングノートがシングルではないですね、今は。ああ、ここも伸ばしてないですね、シングルは。これは、あ、そうですね、さっき言った伸ばしてないのに、のシングルの伸ばしてないけどここは伸ばしてる箇所。あー、なるほど、10どころじゃないでしょ、これ、うん、あー、こことか面白いですね。うん。うん、ここも伸ばしてなかったかな。ここはもうあれですね、定位に結構忠実だと思います。あー、確かに、うん、DP はあと定位に忠実にさせるっていうのができるので面白いですね。はい、うん、はっきりなんかステレオに分かれますね。そうですね、位置が、うん、譜面の位置が片手で一押し押しとかかなりきついですからね。なるほど。はい。こんな感じでしたね。ダブルと言いますか、こう、うん、いわゆる差分を作る形になった時に、うん、何の音をキー音として作業するか、
っていうのが結構もう DP だとガラッと変わってまして、はい、ガラッと変わってるとか増えてる、まあ、ここまで詰められるみたいなのはあるのでそこで詰めてるっていうのもあるんですけど、全然違う音を取ってるところとかもあったり、伸ばしてる音が全く違ったりとか、これですね、これはもう露骨じゃないでしょうか。これシングルではなかったのでギターですね、うん、そう、こういうのがあったりとか、うん、一応まあシングルとダブルを違う人が作るっていうのも結構あったりするので、それであの音取りが変わったりっていうのもあるんですけど、うん、そういうのがあったりするので、そのフォーマットが違うものをもうあの見てみると結構面白いんじゃないかなっていう、あの一つの提案です、うん、なるほど。シングルでは叩けなかった音がダブルプレイでは実はみたいな、はい、そうですね、うん、新しいフレーズが入ってますみたいなのが、そうですね、ただハードルは相当高いですけど相当高いです。本当に中身を見るだけでもいいので、余裕があったら見ていただくと、あれこれってシングルではなかったよなとか、うん、そういうパターンもあったりしますので、no. 先ほどのなんかでかい階段みたいなのもあったりしたんですけど、シングルでも一応表現はできるんですけど、やっぱダブルにしかできないものとかがあったりするので、皿からの着地だったりとか、あの大階段、大階段もしかも片側の右側だけ左側だけで展開するのではなくて、14鍵盤として捉えて全体で広げるような階段とかがあったりするので、ここですかね、こういうあ、こういうのだったりとか、そうですねうん、うん、もうこれはねむずすぎるねこれは、ね、右手が桂馬なのに左手が銅弾なのでめちゃめちゃむずいです。あの銅色銅弾ですね。なのであの混同してるので、あのパッと見いきなりこんなに来たら取れないですね、はい、鍛錬が必要です、うん、14鍵盤じゃなくても9鍵盤とかでも、うん、あのこういうような広い配置を生かしたような譜面が作れたりするので、広いレーンであればやっぱその分広く使った方がそのフォーマットらしいっていうのは、ちょっと作る上で考えてはいるので、レーンを絞る技術もあるにはあるんですけど、うん、やっぱ広いレーンは広く使いたいなと、うん、思いますね。白鍵盤だけで構成するとか黒鍵盤だけで構成するっていう技も使えるので、はいはい、あのフォーマットによっての特性をうまく活かして自分だけの最強譜面を作っていただけたらなと。これはむずすぎるね着地がやばいね。スクラッチの後にすぐやっぱ鍵盤が来たりすると、その押し直しというか手がどっか行っちゃうんですよね、やっぱりすぐに鍵盤を押せなかったりとか、あの何もないところを叩く無を叩いてしまったりとかするので、そういうのをまあいわゆる着地っていうんですけど、これを相当な速さの感覚で行うので、これは大変ですよ、うん、やっぱそこはダブルプレイならではの、はいはい、悩みというか、そうですね、はい、例えばこのダブル譜面ってシングルとは違って無理押しっていうものが存在するんですよね。スクラッチに対して中央の鍵盤はやっぱ指が届かないので、それがいわゆる無理押しに当たってしまうんですけど、例えばそのさっきの方眼室の譜面みたいな、隣接が NG っていうメタがあるので、それを逆に活かすっていうこともできたりするんですよね、うん、あえて無理皿を置くとか、そこはタブーに触れた上で、そこでじゃあ触れても大丈夫かっていう、説得力をどれだけ出せるかっていうガチンコ勝負なので、うん、使うにしても面白いんですけど、相当やっぱり技術は必要になってくると思います。高等テクニックというか、そうですね、なんか基本ができてこそのあ、そうですねみたいな感じですけどね、なんですかね、あの基礎の型がないと型破りってできないので、うん、まさにね、DP および9機、いわゆる PMS ですね、はい、も、同様に無料紙が存在するけど、それを生かした配置とか、あんまり多用すると普通にただのクソ踏みになるんですけどそこの境目は、はい、まあなんとか外人の腕で説得力を持たせるのが必要だと、はい、ね、置くときは自己責任で無料紙は自己責任ということで、そうですね、はい、お願いいたします。はい、はい途中三角押しの長押しがあるところがあるんですけど、ここなんですけど、はいはい、なんですか、定義の番号をちょっと見ていただきたいんですけどもう分かると思う、もう分かりますね。一般的にはこれまあ、BMS って叩いたら音が鳴るゲームなので、キー音が存在するんですけど、これ無音のノーツが置かれてるんですね、うん、ほう、はい、ここ無音です、はい、
はい、何もないです。1個だけ音が鳴ります、うん、1個だけ音が鳴ってあとは無音です。はい、キックなんだ。なるのか。そうなんですよ。これ、そこらピアノだと思ってた、これ。今の今までここピアノだと思ってた、俺。この下の01番。はい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 、はい。ここ全部無音ですね。うわぁ。無音です。なんてますね。はい。あのね、かなり、こう、スレスレのところを言ってると言いますか。で、スレスレのところを通った上で説得力を出して、あの、パワーで殴るみたいな。パワーで殴るみたいなことをして、こう、成立させてるっていう。なるほど。はい。まあ、つまりこれは、なぜ無音にしたのかっていうのは、やっぱり、切るのが難しすぎたってことなんですかね。これは、単純に定義数が足りてなかったと思います。ああ、なるほど。一回切ってる。これ、定義数が全部埋まってます。はい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 、もう、ZZ 言ってますね。はい、やば、はい、なるほど。拡張定義とか使わないと無理なレベルまで、そうですね、言ってたってことですね、はい、ちなみにこれ確か BGM の欄に、なんか01で無音の図がなぜかバーっと置かれてるんですけど、あ、多分ここ足りなかったんだなっていうのが分かります。あ、ここここここれ青いから本当だ。このめっちゃ置いてある、なんか悲しいですね。はい、このZZ 定義と戦った後みたいなのがあります、ここに。いやこれはこれで、はい、なんかいろいろと思いを馳せるところですね、はい、ここはここちょっとノスタルジーですね。そうですね、その1296音と戦った後みたいな感じがして、曲の尺も多分あると思うんですけど、あの多分都合上入らなかったと、うんうん、はい、っていうのがあって、で他の楽器をこう演奏してる感じを出すために01番、無音の定義を使ってるっていうのが何か所かあります、うん、さっきのその同調子の三角押しロングノートとかもそうなんですけど、もうこれは三角押しぐらいのなんて音の強さというか厚みがあるので、うん、それで押し切るみたいな、再生するとここはすごいこう三角押しがぴったりみたいな感じな厚みなので、うん、はい、勢いで押し切った感じがありますね、ここは。まあでもやプレイしている側からしたらもう違和感はない、違和感はないですね。そうですね、うん、ただちょっとあらかじめ言っておきますけど、まあ、無音を肯定してるわけではないので、これ多分中身を見るタイプのインプレイヤーの方だったら間違いなく減点なので、なるほど、はい、ただこれに関しては無音で三角押しをやった上で説得力が出てるので、すごいなって思っちゃいましたね。はい、まあ、どうしてもここはこうしたかったんでしょうね。うん、そうですね。まあ、足りなかったけど、はい。そうですね、うん。戦った後もあります、ちゃんと。はい、まあ、無音はね、あれですからね、ミスをするとバレるという、これはそう。そういう側面がありますからね。はい、一応無音をキー音としてちゃんと扱えてるものもあります、ちゃんと。そうですね、それこそスレさん、ロスレさんのやつとかね、はい、そうですね、演出としてってこと、はい、うん、あれは何だろう、ね、成熟を押してるみたいな、はい、そんな感触だと思うんですけど、はい、白石さんのユーモアについても、無音をキー音として、使っているところもありますので、正しく使う方法も存在します、うん、ということですかね。説得力ですよね、結局のところ。そうですね。うん。なんかいろいろタブーって、まあそれこそ昔とかって、あの前後詞とかもタブー視されてたと思うんですけど。そうですね。うん。なんか結局前後詞に合うだけの音が出てればいいんだみたいな感じに。それはそうですね。なったのかなっていう。うん。うん。なんかタブーにも果敢に挑んでってくださいという次のブレイクスルーは君だ、はい、譜面の解説じゃなくて DP の解説になっちゃった。いや、いやでもそもそも DP の解説を聞くっていうこと自体がすごい貴重なんで、自分にとっては。こうやって話を聞けるのめちゃくちゃ貴重です。あ、そうですか。そうですね。あと、割とこう、あんま私は高難度譜面は割と範疇外な感じがあるんで、なるほどなと思いながら聞いてますね、ここら辺の譜面の解説は。かなり現代の譜面だと思います。はい、ああ。
やっぱ譜面って歴史ありますよね、なんか。ありますね。さっきのあの、ロングノートの使い道とかもそうですけど、やっぱあるんですよね、歴史が。ありますね。はい。そういうのって誰かが何か発見して、それが流行ったりとか、そういうのあるんですかね。でもやっぱり難しいものを作るっていうのも、結構それをみんなが見る場があったりするので、うん。それで、あの、流行り廃りというのが、あったりとかはするんですけど、ミドルの難易度でのテクニックみたいなのってあんまりこう発展してないというか、こう煮詰まっちゃったかなっていうのはちょっとありますね。うん、ああ、その高難易度ではない譜面においてって意味ですか、うん、今のは。そうです。ああ、高難易度もそうなんですけど、技術的には初見のものがなくなってきて出尽くしちゃった感じのは若干あるかもしれないですね。ああ、うん。昔だったら、まあすっげえ昔ですけど。例えばささくれさんとかが大正譜面とかを結構やったりしてたじゃないですか、はい、あれは結構新しかったと思うんですよ、はい、けどそれ以降なんだろう、それぐらいのインパクトのある何かがあったかっていうと多分難しいんですよね。うん、そうですね。まあなんか途中でちょっとソフランを絡めた、まあ、減速加速のギミックみたいなのは、うん、まあちょいちょい見かけますけど、うんうんうん、そこは確かに今も結構どうやってんだこれみたいなのが、うん、ありますね。そこギミックはもうものすごく作るのに技術がいるので、うん、もうあの作ってる人がいたらもうすごいです、うん、あのすごいですよね。本当すごいです。一回あの逆走とかもやったんですけど、小説展の逆走とかを作ったんですけど、はいはいはい、もう調べて搭載するまででもうめちゃめちゃ時間かけてしまったので、これをさらっとできる人は本当にすごい。なるほど。小説戦の逆走ですらもう作るのにこうヒーヒー言うのに、でも地雷アートだったりとか、うん、あの、はいはい、絵を描いたり、あの、うん、地雷で譜面が流れてくるってやつ、あれもものすごいので、サウンドソーラーさんでしたっけ。あーサードアベニューとか結構すごかった、はい、記憶があります、はい、あとあのエンジンですね、はいはいはい、エンジン、はい、エンジンあれもすごいです見てください、エンジンの譜面すごいので、はい、うん、俺は衝撃を受けました、あれは。あれやばいシングルのその7キーおよび5キーのそのもうあらかたできることは出尽くしたっていうところからのブレイクスルーなのであるわ、うん、本当にすごいです。はい、もう話がもう止まらない感じでございますがはい、これにて、フォールさん、ヒロさん、はい、3本勝負あの終結となります。はい、はい、いやびっくりしました。もう話が止まらない止まらない思った以上にめちゃめちゃ喋れる。はい、ね、譜面エディターを見ながらの話もすごい、もう一個一個の小説を見ながらの話が止まらないですね、本当に。ね、いろいろ言いたいことがどんどん出てきて止まらないということでね。はい、まあでも、まあ、今回第1回だからね、まだまだ機会はありますよということで、はい、はい、そうです。じゃあちょっと出たい方メッセージくださいって感じですね、はい、まあじゃあちょっと締めに入りましょうかね。じゃあまあ今日 BMS 譜面を語る回やってみての、まあ、感想などちょっと一人ずつちょっといただければと思いますが、フォールさんいかがだったでしょうか。はい、とりあえずいやめちゃくちゃ暑いです部屋の中が熱気がね熱気がヒートアップしちゃって、はい、いろいろ語らせていただいて、あんまこういう機会ないんで楽しかったですっていうのと、あとやっぱり私はダブルプレイとか高難易度譜面はそんなに、まあ、プレイもそんなにしないんでわからない世界なんですけど、割とそんな中結構ヒロさんからそっちの方面の話も聞けて、そこはかなり参考になりました、はい、ありがとうございます、うん、はい、ありがとうございます。はい、じゃあヒロさんもあのコメントお願いします。そうですね、結構昔のものから、かなり最近のものまであの取り扱ってみたと思うんですけども、まだまだ触れられてないパッドとかありますので、ちょっとこれをですね、あの第2回もしやる方とかいらっしゃったらあのもう間どんどん保管していただいたりとか、あのまだちょっと触れてない、はい、あの方面のものとかもありますので、例えばギミックとかギミックの専門家みたいな方もいらっしゃいますので、あのちょっと触れていただいたりとか、あとあの最近は
インプレッションでも譜面について触れていただいてる方とかもかなり増えていらっしゃいますので、例えば何の譜面をプレイしたとかも事前に申告していただいたりとか、本当にありがたい限りです。はい、うんうん、譜面があって、BMS って成立するものだと思ってますので、ぜひゲームの部分もフォーカスを当てていただいてプレイしていただいたらいいなと思っています。はい、はい、ありがとうございます。ちなみに宣伝や告知などあれば、はい、なんかよかったらここでちょっと。BOF、今年の、2021の BOF、現在公開されている情報では、STR さんのところで、参加させていただいてますので、はい、確かにそうだ。はからずもスタッフ側の宣伝に加担してしまったことに。いやいやいや、偶然です、偶然。偶然、偶然。偶然です。まあ、収録時現在公開済みの情報ではということなので、もしかしたらなんかもしれないですね。はい。ということで、はい。ないかな。はい。もうこの後 めちゃくちゃいろんなところに参加していることが明らかになるかもしれない。かもしれないし、そうじゃないかもしれない。はい。まあ、私なんですけども、まあ、そうですよね。やっぱ他の人の作った譜面をこんなにじっくり見て語るっていうのは初めてだったんで。なんかもうシンプルにそれがすごい楽しかったですね。もう自分自身がその譜面制作のテクニックとか、まあ、本当になんかシンプルなことしかできない方なんで、なんていうか、はい、みんながすごい考え込んで作ってるんだなっていうのを知って、なんというか、すごい感動しました。はい、まあ、こういうなんか知る機会をくれ、なんか作ってくれたフォールさんとヒロさんにも、ちょっと感謝感激、雨あられということで。ありがとうございます。はい。そして、ですね、ヒロさんが3ターン目に紹介されていたドゥーミーチューンズは、ロング版がグランドブレイキングに収録されているので、皆さんぜひ聴いてください。しれっと宣伝が入ってきた。まあ、むしろ6つ選んで1個しかねえのかっていう感じもありますけど、逆に。いやお前スタッフなのに選ばねえのかよって言われそうですけど。いや、でもグランドブレイキングがカバーしている楽曲っていうのは、なんか膨大な BMS のうちのわずかなものに過ぎないということで、皆さんも BMS、ね、みんな BMS プレイしようぜっていうのがね、今日の締めですよ。はい、そのもうね、そして BMS エディターを開いて舐め回すように譜面を見て楽しみましょう。変態だ。で、ね、こんなに楽曲がさ、分解されてさ、隅々まで見れるフォーマットなんてなかなかないっすよ、ね、ないですね。それは本当そう、マジでオープンソースなんで、ね。うん、まあめっちゃ贅沢ですよね、本当に、うん、ぜひです。まあ今回第1回ってことで、まあ第2回をグランドブレイキングでまたやるかもしれないし、なんか似たようなことをぜひこの動画を見てくれた人がなんか企画するとかでも全然いいと思うんで、譜面 BMS 譜面盛り上げていきましょうというところで、本日の締めとしたいと思います。はい、はい、というわけで皆さん本日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。優勝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 